なんて言うんだろう、これなんて言うんだろうね、パス、ちょっと名前が分かんない 形状の服、ちょっと髪の毛ちゃんとした時に着たかったけど、まあまあまあ、今日はね、広島のタワーレコードでね、PR 舞台のムック本のね、お渡し会がありました。来てくださってありがとうございました。なんか私がやってる時はそんなに雨は今日一日中降ってたんだけど、そんなにだったんですけど、なんか終わって帰る時ぐらいがもうね、もうすごかったです。雨粒めっちゃもうバチバチバチみたいな、そっからねずっと弱ることなくめっちゃ豪雨。明日もかな、明日もだったらちょっと悲しい。現地完売ってすごくない？確かに、なんか当日なかったんよね、券みたいなの。でもなんか10人ぐらい買ってたけど来なかった方がいらっしゃったから、その方にはまあ名前は書いてないんやけど、サインっていうかメッセージだけ書いてお渡ししました。ノースリーブめっちゃ言われる。ノースリーブじゃないよ まあちょっと配信じゃ分かりにくいけど、神戸雨全然降らなかった。あ、そうなんだ。岡山までなのかな、岡山までなのかな。広島はもうね結構降ってますよ。広島は結構降ってらっしゃいます。困った困った。肩出し、そうなんです。皆さんも女の子を相手にするんですから、服の種類も学びましょう。肩出しです。ノースリーブはもうここがバツーンです。私はノースリーブ基本着ないですね。なんでかって言われたら、なんか袖ないとちょっとワイルドだろうって感じしちゃうから、あんまり袖がある方が好きです。あ、今光った。ちょっとカーテン開いてるんですよ。光った気がする。雷。怖っちい。見えましたかね。来るぞ。お、来た来た来た。大きいの来るんじゃないですか。今遠いけど。来るんじゃない。来ないかな。ここちゃん平気なの。ここちゃんね、なんかあんまり。全然。雷に何かを示すってことはないです。楽しそう。いや、好きではないんだけどね。でもなんか学校の時さ、めっちゃ雨で帰れなくて、教室でみんなでさ、なんか薄暗い教室の中でこう雷にキャーキャー言う時間は嫌いじゃなかった。結構好きでした。なんだろう、ないし、結構なんか若干ちょっと非日常感楽しんじゃうタイプ。そういうの悪くないですか。ああ、来ないのかな。舞ちゃんよりおきちゃんの方が可愛らしく怖がっていた。それはね それはね、それは、おお、今光った。
昨日マイケルと電話してたんですよ。なんかめっちゃ私に怒ってくるんですけど、気があるんですよ。なんかその本気で怒らずに、なんかノリでめっちゃ大きい声出してくる。なんか急に急なキレ芸みたいなのがあって、それがもう大好きで、昨日はたくさんそれを聞けてよかったです。 っていう、誰にも伝わらない、多分私にぐらいしかしないやつなんですけど。ダイアンの津田さん的な感じ。あー、まあ、近いかも。いや どうだろうね。昨日っていうかほぼ今日だけど、怒られるんやろ。なんかよく、そうですね、やめなーって言われます。まいちゃんの「やめな」みたいな言われるんですよ。みきちゃんそれやめなーって言われます。光ってる、すごい光ってる。あまり音は激しくないですね。今日はね、パセリとマイケルと一緒でした。ゴロゴロ。今日はお話ありがとう。めっちゃ可愛かったです。ありがとうございました。こちらこそ、こちらこそありがとう。これをね、お配りしました。ちょっとカバンの中に入れてたからくしゃくしゃになっちゃったんですけど、これね、広島のタワーレコードバージョンがこっちで、私物とはまた違うんですけど、後ろの方にもね、なんかメッセージが書いてあったりします。私のお気に入りの衣装だったかな。風を待つ、やっぱ思い入れがあるので、受け取っていただけた。げました、あげました。パセリに1枚あげましたよ。この衣装も STU 感あるよね。ね、だった。ちょっと ST はね、延期になったんで、でも延期しなかった。私の名前入りの衣装だった 実際には2番目なんですけど、それまではね、ずっと先輩の他の人の名前の入った衣装なんですけど、もう今はね、ありがたいことにずっと自分の衣装をね、着させてもらってます。名前が入ってるやつ。そう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 。マイカーとかでよく着てるストライプ柄の衣装が、最初に自分の名前入りの衣装。本当はなんか「風を待つ」が夏に発売予定だったんです。もう冬なんだけど、2月とかそんぐらいだったんだけど、本当は延期、その水色と黄色の衣装ですよ、風を待つは。に作ったんだけど延期になっちゃって、 MV も撮るのも後になっちゃったから、風を待つの衣装になりました。だから若干順番が前後してるけど、作品としてはやっぱり初選抜が風を待つだから、この衣装がやっぱ
一番好きですね。ギフト。そうなんですよ。あの衣装で風を待つか。ね、なんかちょっと不思議っていうかちょっと変な感じするけど、多分でも綺麗なんだよね。西日本豪雨で延期になった。そうなんですよ。もう5年前とかかな。懐かしい。口元に色気がある。ありがとうございます。昨日の秋前から最高だった。今日もありがとう。こちらこそ。ありなんか今日もなんかすごいマイカーの LINE のグループがめちゃくちゃ活発に動いてて、2時ぐらいにアーカイブが公開されたんですけど、昨日のなんかそれを見たみんながね、やっぱ私の髪型についてすごい言及してきましたね。なんだこれはみたいな。またね、次はマイカー8月とかかな。楽しみです。うん、今月はね四国とチャートリ公演もあるけど、最近四国出てないからまだいないんですよね私。もう多分あれだね、そろそろなんかこうなんていうの、ユニットの編成があったらもう外されそう。でも私四国好きなんだよな。ユニット新しくするってなるべく痛いですね。19日行くのに残念。いないんだな私は。断固死守してほしい。意外とでも人がね、マイカーは人足りてないんだけど、四国は割と足りてるんやな。でも公演全然出てないんで出たいですね。私まだ全然踊れます。チャ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 、懐かしいハーモニー、ハーモニー、好きだよと言えず。この間昨日かな、マイカーのメンバーと楽屋で話してたんですけど、なんかセトリを変えたいみたいな話してて、まあ多分そんなすぐにはトラハとパセリ合うかなって思って、あの普段なんだろう、絡みがないじゃないけど、癖っていうか、うん、すごいね、なんかハッってなったって考えた時に、マイカーのユニット何がいいかな、何がいいかな。うーん、全然難しいね。ココアさんとリコチとかだったらめっちゃ元気な曲になりそうだし、リコチとリコチとソラハも結構いいやつになりそうだな。クマありがとうございます。シャーね、結構ノアピとココアさんでやってほしい気持ちはあるんやけど、かパセリとノアピ、なんかあんま自分を含めてはあんま考えないけど、アンダーとか考えなかったらもうユミリンさんとかユナユナとかも面白そうやけどでね、っていう話を昨日してました。おきココアって2人あります。まあ、仲はいいけどね、別にユニットとかになったことはないかも。
ココアさんと私、もう本当によく話すっていうか、でも何気に一緒に遊んだこととかはないな。あ、でも私今日すごいこっち向くと思う、窓確認すると思う、めっちゃ気になる。っていう感じですかね。雷すごい、雷ね、結構ゴロゴロ言ってるかも。こういうゴロゴロ言ってるのってさ、なんかいつか大きいの落ちそうだけどさ、落ちないでゴロゴロ言ってるだけの時あるよね。チーム違うけど沖さやかりんのユニット見てみたい。嬉しい、さやかりんやってみたいね。さやかりんでもソロやってほしいな。あの枯葉ステーションとか似合いそう。でも声かわいいからな、声かわいいから、かわいいやつもいいな。おきちゃんとさらび、なんか私自分なんか入れたら全然考えれないよね。でもさらびは絶対ツンデレをやってほしい。そう、でも両隣はちょっと分かんないけど、考えれないけど、サラピはツンデレしてほしい。いや、じゃああれも好きだったけどね、サラピのやるあんだっけ、残念少女か、一回やってたサラピが、あれめちゃくちゃいいなって思ったけど、なんかたまに妄想する、メンバーが曲をやるならみたいな。サラピはツンデレやってほしいですね。だって私ツンデレかな、難しい。でもプロデューサー目線、そんな大層なもんじゃないですけどね。まあでもたまにお暇な時とか考えます。愛しさのアクセルをココアさんに、なんかね、私ココアさんにシャワーの後だから歌ってほしいって言ったら、パセリが昨日それ同じこと言ってて、めっちゃ私も思ってたって、ね、でなんでそう思うんだろうと思ったら、声なのかな、声が、声が似合いそう。なんだろう、ちょっとなんかココアさんの歌い声ってね、結構あれなんですよ、なんかハスキーウィスパーなんですよ。なんかあんまパフォーマンスとかとなんか若干違って、パフォーマンスはめっちゃ元気なんやけど、歌声はね意外となんて言ったらいいんだろう、静かって言ったらあれだけど、ウィスパーそういう感じで、もう昨日たなんかそういう妄想話めっちゃしてた。そうなんですよ。確かに他のユニットとも曲交換いいね、楽しそう。私あれスタジオがやってるやつあれ好き、臭いものだらけかっこいい。昨日あのスタジオの公演をね裏で見てたんですけど、臭いものだらけかっこよかった。でもあれってなんか急にハモリが、ハモリっていうか、なんか高い方と低い方がなんか急に入れ替わるからめっちゃ難しそう。よくやれるなって思いながらこりゃちょっとマイカーはちょっと練習必須ですね
昨日は結構なんかメンバーの家族が見に来てたらしくて若干緊張、みゆみゆさんとかも見に来ててちょっとねなんか緊張しました、うん、明日岡山行きます。お、バスツアーかな、違うかな、バスツアーじゃなかった、研究生ツアーかなバスツアーは女の子しかやから、明日岡山でいろいろあるんですよね。みちさんとコラボ、私みちさんと何気にやったことないんだよね、何気にっていうか、あるかな、なんか一回もない気がする、ユニット曲というか、うん、ないかな。ねえ、とじゃなんだろう記憶が辿った限りないかもね、なさそう。何の曲がしたいの、わかんない、何の曲がしたいんだろう。なんかすごいユニット曲したことあるなって今考えたんだけど、ただ TikTok で2人で踊っただけだった全然そんぐらいしかないかも。何がいいだろうね、やるとしたら。全然曲が思い浮かばないや、でもなんか2人で暴れられる曲楽しそうやね、うん、楽しそうやりたいですね。私はやってほしい曲あるよ。何ですか、教えてほしい意外とっていうかもう3人ぐらいしかいないんだけど、 3,4 人ぐらいしかいないんだけど、私とみちさんのが好きな人もいるんですよ。でもマジで謎、そう今は仲いいからあれだけど、別にそんなまだ仲良くなかった時からその二人で好きって人がいて、全然違うじゃないですか、年しか一緒じゃないのに、なんでだろうと思って、結構真逆というか、何が言いたい、でもね意外といるんですよ本当に。え、ごめんね、コメント欄で今コメント欄にいる限りで3人もうほぼもう揃ったって感じ、ここでもう3人ぐらいいてもうその人たちで終了って感じないけど、ってぐらい本当に希少な人たち、うん、意外とね、なんかそのメンバーによって好きなメンバーのなんか系統みたいなのあるじゃないですか、なんかそこに私とみちさんが入るのはなんか謎やなって思う。結構私のファンの中にはみちさん好きな人いても、みちさんのファンの中に私好きな人あんま少ないと思うなっていうイメージ。やばいやばい、ツイッター通知来てシュッてしようとしたらツイッター開いちゃった、失礼しました、失礼いたしました。向こうにもいるでしょ、いやどうなんだろう、福道よりはなんか好かれてる気がするんだけど福道はなんかミツさんのファンがなんか許してない気がする、いや私の勝手な想像だけど、なんかそのイメージがあるんだよな。
多分ソラハがそうだからかな。私とあかりんさんとか結構似てるから、なんか一生のなんか奥ちゃんも好きだよみたいなファンの方はいるけど、きちゃんも奥ちゃんも好きだよみたいな方は入っているけど、うん、なんかね分かるんよ、こう感覚でだん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 この人はこの子が好きってことはこの子も好きになるんだろうなみたいな。そう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 、今日たくさんありがとう、こちらこそ。もうなんか長年の経験というやつですね。でもたまに全然違うところに行く人とか見たら、えみたいな、そこみたいな時はある、そこみたいな、全然違うじゃんみたいな時は結構ねありますね。なんかでもね、なんとなくわかるんです。そうそうそう。お気味中になぜか嫉妬する僕。私とみちさんに嫉妬するって本当ソラハ以外聞いたことないよ。嫉妬するほどのことを全然してないけど。全然してないけど。全然そういうのもね、ソラハ、あでもソラハね多分今はしてないと思う、全然しないと思うけど、昔って言ってた、もうほんと2年前とか時はなんか私とみちさんの距離が近くて嫌だってなんか病んだらしい。でも多分今は全くそんなことないんじゃないかな。パセリと一緒にいるから、短冊なんかソラハが書いてたのを見たら、あずみんとみちさんのことしか書いてなかった。ほらこれはおやおやみたいな、おやおやこれはちょっと昼ドラの、昼ドラの予感、 STU、 おやおやおやって、ドロドロしないでもろて、いやほんとね。ドロドロしないでもろて、オキポも出演者側、うそ、どこのポジに入ろう。そうなんです、昼ドラしていう、みきちゃんとみちが仲悪いってことは分かった。うん、それは何も分かってない。昼ドライスっていう。でも放送したらちょっと楽しそうだね。見たいかもしれない。今日でも。マジでずっとアンピーの話をしてて、なんか欲しくなるって言ってて、えみたいな、でもその時点でちょっと嫌な予感がしてたんですけど、アンピーを見てたら悲しくなるんやみたいな、なんかアンピーがこの
世の中にさらされ続けんといけんことが悲しいみたいな、なんかその世間もめっちゃ悪い言い方したら汚いじゃないですか。やっぱそういうところに安否をなんかさらけ出したくないみたいな言ってて、なんかずっと閉じ込めときたいみたいなこと言っててガチで怖かった。ドン引き、なんかね言ってた、まあ、私アンビーと付き合ったらめっちゃメンヘラになると思うし、笑いかけたら多分めっちゃ詰め寄るって言ってて、もうドン引きのドン引きでした。アンビー意外とたくましいよ。いやそうだよね、そうだと思うよ。でも私もマイキューもなんかアンビーをなんか本当神聖化しすぎてるっていうか、でもねマネージャーさんも今日言ってたんですよ、一緒にいるマネージャーさんもあんな心の綺麗な子は見たことないよねって言ってたから、でもやっぱ人から見てもそうだと思うんですよ。でも神聖しすぎてるっていうか、神聖視しすぎて、本当に仲良くなるにはその神聖しすぎた外さないと多分ダメなんですよ。でも別に外さなくていいかなっていう生きてますね。はい、仲良くなるためにはちゃんと安否は妖精じゃないってことを現実として受け止めなきゃいけないんだけど、ちなみにね、なんか私はねアンピー見てたらチーカーと同じ感情になります。なんかもっとなんか困ってほしいなんか困り続けてほしい。本当良くないよねこういう考え方。それを遠くから見ててほしいですね。遠くから見たいですね私はね。私のアンピーへの考え方はそういう感じです。うわうわどうしようみたいな感じを遠くから見ときたい。ちいかはまたゲームの時毒吐くよ。いやこの間ねアンピーと頑張って話したんですよ。そしたらねスイッチ持っててゲーム何するのって、最近なんかあマリオカートしますって言ってて、でえっなんかそのゲでだんだん話がなんかゲームする人ってなんか口悪いイメージあるみたいな、なんかその FPS 系とかなんかめっちゃ暴言吐くイメージが本当に偏見なんですけど、なんか あるじゃないですか、まあよくおいみたいなクソみたい なんか言ってるイメージがなんとなくあって、なんかそういうの言うのって言ったら、あマリオカートで抜かされたらたまに言います、はぁ、あために一人でみたいな言ってて、ギュンみたいな、ギュン救急車ピューみたいな感じでしたね。あのツイッターとかでよく見るあのギュンギュンみたいな、この画像伝わってほしい。わかるかな、心臓ギュン救急車ビュンみたいな、あの写真ニコマみたいな、ニコマ画像みたいな、あれです。私が安否で話してた時は大概あの2つの画像になります。伝わってほしいそうなんです。セラピのマリオカート、はいどいたどいた待ってめっちゃ想像つくんだけど、このコメントでやばい。セラピのマリオカート、はいどいたどいた、あえめっちゃなんか見たことないのにめっちゃ想像つく、え言いそう、すごいなんか脳内再生余裕すぎる。そうなんや、サラビってなんかそういう言い方よね確かに。面白い、言いそう、
面白いですね。今すごいね、なんかコメント欄にサラピを見てしまった。ゲームね、最近なんかでもみんなスイッチやってるな。っていうマイキューもスイッチなんかやってるって言ってたし、そのアンピーもだけど、なんか結構スイッチやってるメンバー多いかも。私ね、コロナの時スイッチ買ったんですけど、あ、お母さんにねあげちゃったんですよね。なんか2年前ぐらいに、もう一回買う、いやーどうだろうな、なんかプレゼントでソフト送りたいって人もいたんだけど、ちょっとねそこは待ってほしい。スイッチ買うの迷う。そう、あつ森のために。どうもりって言ってる人はあれだよ、あ、そっち派なんや。どうもり、あ、でもそっか、おいもり、あつ森とか、どうもり、確かにどうもりか。そっちもいるね、2つ派閥がありますね。スイッチねやるかな、分かんないなって感じ。今はもうなんかひたすら昔やってたアプリをまた入れてずっとやってるんですけど、今木がウッディパズルっていう、なんか木の落ち毛、まあ、テトリスみたいな感じなんですけど、それを永遠にやってて、まあ早く寝なきゃっていう、明日は5時起きだみたいな時も12時から始めて、で最近ラジオ聞くのハマってるんですけど、ラジオ流しながらずっとやってて、それをもう2時とかになるんですよ。そう、ディーパズルね、本当にね昔、そうココアさんがずっとやってて、そうそうそう、でココアさんも、ココアさん今ウッディーパズルじゃないんですよ、なんか本質的には一緒なんですけど、ウッディーパズルではないなんか超ウッディパズルに似たアプリを今やってて、でそれを見てからもう一回入れてみたんですけど、めっちゃ面白い。まあ、そうラジオ、そう霜降り明星さんのオールナイトニッポンをずっと流しながらその積み毛をしてるんですよ。なんか落ち毛か、もうねダメだ本当に。スコアどんぐらい、なんかずっとね一緒のとこで止まる、3200何本とかあった気がする。まあ暇だったらやってみてください。もうでも本当に多分よく見たことあるゲームなんだけど、多分皆さんも一回は絶対やったことある、まあ、テトリスみたいなゲーム、ウッディパズルっていう、なんかねハマっちゃうんだよね。霜降り明星さん面白い、あ面白い、もう本当にねラジオ最近聞いててめっちゃ面白い、ちょうどいいっていうか、なんか声のトーンもそれやってたらマジで2時間とかあっという間なんですよ。なんかもう無心でやってる。なんかこれが本当になんか時間の無駄な感じがするんだけど、めっちゃ2時間とか普通にやっちゃうっていうか、新幹線とかでも永遠に4時間近くやってたりとか、最近なんかもっとこの時間を睡眠とかもっとなんかいろんなことに使えたんじゃないかってちょっと悲しくなるけど、面白いものはしょうがない、やってしまう。多分これもこの後も終わったらやると思います、ウッディパズル。3000超えない、超えないんだよね、3200で毎回止まる。敵が自分なんですよ、まず己、自分のスコアを超えるために頑張ってるんだけど、そう課金あるやつ、いや全くないです課金、まあ、広告はちょっと多いけど、そんなに楽しいの？
楽しいか楽しくないかで言われたら楽しいと思うけど、めちゃくちゃ楽しいんですとかのそういうことじゃないんですよ。なんかもう本当無意識でやってるみたいな、意識の外でずっとやってるみたいな感じなんですよね。最近はねやってます。淡々とする感じ。なんかね、なんか意識的にやってる時もあるんだけど、なんか中盤ぐらいは本当に無意識にやってて何も考えてないみたいな時ある。やってみよう。あ、ぜひぜひ。音ゲーあんまやんないな。音ゲーって何ですか？プロセカ的なやつですか？あんまやったことないですね。音ゲーか。曲に合わせて、なんか多分致命で、あ、なんかアイドルやってて言うのもなんだけど、リズム感が致命的にないんだよね。ピアノタイルとかめっちゃ懐かしい。落ちてくるやつね。ピアノタイルやってたな。なんかピアノタイルと、あのなんかすごいなんかこう迫りくるさ、なんか大きな鉄球みたいなのからに石から逃げるみたいな、あの2つがなんかスマホのめっちゃ昔のゲームって感じするけど、わかるかな？なんか逃げるやつ、こうコインとか取りながらこう一方通行の、なんかその2つスマホの最高のゲームって感じする。で、私ガラケー時代もゲームやってましたよ。グリーやってましたからね。キャンディークラッシュとか、ああ、もちパズル系はまあハマんなかったな。つむつむ、つむつむはねハマってた。懐かしい。あれってなんか知り合いのスコア見れるのあんまよろしくない？抜かしたくなっちゃう。お、タワーありがとうございます。Thank you。 このなんて読むんだろう、プー、ピーから始まる言葉、パセリ推しの方か、ありがとうございます。プーさんだ。あ、そっか、私のローマ字の全く読めないところが出てしまったありがとうプーさんハチミツ食べたい。綴り間違えないようにちゃんと見よう。 POOHSAN プサン。うん、お見送りで顔も見れてないしごめんね全然全然、もういつでもいつでも見てください。タワーありがとうございます。ちいかわとちありがとうございました。七夕タワー昨日ね、なんか七夕だったじゃないですか。だからなんかちいかわが七夕の漫画を更新してたんですよ、あの長野さんが、ちいかわの作者が。でマイキューにその漫画を送ったんですよ、あの画像をね、ツイッターから LINE に。で
朗読してって言ったんですよ。したらもきちゃんやめないとか言ったんですけど、なんか朗読してくれたんですよ。マジでね、面白い。人が読むちいかわの漫画ってめっちゃ面白い。なほぼ擬音なんですよ、言葉がないっていうか、なんかう、い、や、はみたいな、もうなんか8割のセリフしか日本語がないっていうか。めっちゃね、ちゃんとまいちゃん声変えてくれましたよね、星とか8割とかで。まいちゃんちゃんと8割のモノマネしてくれます。なんとかってこと？オキポ朗読して、ちいかわの漫画ね、本買おうかな、あれ欲しいんだよね、買おうかな。本屋さん行ってね、いつもね買おうか迷ってね、買ってないんよ。ちいかわの1巻2巻3巻買おうか迷うよ。それ朗読してる時やばそうじゃない？でもあのさ、最初の1話とか2話とかほとんどもう8割が全然出てこないからさ、もう多分やばいと思いますよ。ウサギとちいかわだけだから、もう多分擬音っていうかわーあーブルルルルルルみたいな、わーあーわーやっはわーあーはあーあー8割がようやく出てきて日本語が誕生するから。スフィンクス泣いちゃった泣いちゃった。ってこと？8割のおかげで栗まんじゅうと、おきちゃんの説明で面白そうだから買いに行ってみる。え、行ってみて、で読んでみて、自分で朗読しながら読んでみてください。ぜひ。いやでもちいかわがアニメ化するってなった時の声優ってすごいなんかもう注目されてたけども、今じゃもう本当に8割もちいかわもうさぎももうあの声じゃないと考えれないもんね。もうずっとあの声のままで再生される。すごいよね、アニメって偉大だ。ちいかわのアニメとか1分しかないのにめっちゃ丁寧に作り込まれてるから、本当に皆さんもぜひアマプラとかでも見れるんで、 D アニメスターとかぜひ見てみてください。私のおすすめは草むしり検定の話なんですけど、なんかアニメ1分しかないんですよ、1分か1分半かで、オープニングじゃないエンディングもあるから実質本当にちょっとしかないのに、なんかそのめっちゃ真面目なシーンがあって、草むしり検定のなんかちょっとちいかわが落ち込むシーンなんですけど、あの尺でちいかわが落ち込んでるシーンをちゃんと間を作ってるんですよ。びっくりする、めっちゃこの尺でこの間をみたいな、丁寧、素晴らしいんで見てください、おすすめです。感動したもん、こんな丁寧に書くなんだもうまさかと一人ごつ焼けたパンにバターぬりぬり止んだ雨はなんか湿って生乾き変な
足跡だと思ったら木の棒につけた足跡よし、じゃあそろそろ終わるかな。55分ということなので、生川きちゃんちゃちゃんちゃんちゃちゃーん最後のね、チーカーのアニメ見てる人にしか伝わらないかもしれない。ぴょぴょーん、鎧さんが不人気なのは知ってる。もう人気とかじゃないんよね、ゆえに鎧さんはもうあの世界においてはなのかも分かんないけど。続きまして13位、龍騎剣さん。12位パパバンダさん。11位マッカさん。10位純ちゃん。9位しおさん。8位北さん。7位かずおえさん。6位すぎやんさん。5位こばちゃさん。4位ジェリーさんでした。そして3位がバンボシさん。2位がトートーさん。そして1位がプーさんでした。壇上の皆さん、そしてコメントしてくださった皆さん、ありがとうございました。プーさんタワーもありがとうございました。 Thank you。来そうな雷の予感。どうだろう、ゴロゴロしてます。足ありがとう。こちらこそありがとうございました。今日もオッシュより可愛かった。今日も可愛かったよ、ありがとう。まあ明日はね、岡山でいろいろ STU がねやってますけども、まあ、行かれる方は雨にもね気をつけて楽しんでください。明日私配信はないかも。雨が止むことを祈ってます。おやすみね。おやすみ。57分、あと3分で終わりや。研究生応援してくるね。本当にいっぱい声援あげてください今日編み込みしてたからね、髪の毛がすごいね、うねうねやばいやばい、充電がギリ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 の充電。あーね、スイパラ、スイパラのおきちゃん美味しかった。そう、今日スイパラ行ってくれた人結構多かった。ありがとうございます。でもね、何人かね、なんかミルクティーがと生クリームが苦手って人がいてね、えっみたいな、私そんな人がいると思わなくて、もう信じれなくてびっくりしたんだけど、ミルクティーが苦手な人類がこの世にいたなんてって感じでびっくりしました。だから食べれなかったって人がいて、この世で一番美味しいティーだよ、ミルクティー苦手。でも私もルイボスティーは苦手なんですよ、ハーブティーとかそれと一緒な感じですかね。でも全然違う、えぇ、みたいな。今日もうミルクティーめっちゃ飲んできたよ私はアッサムもセイロンも全部好きです、ミルクティーだったら。それでびっくりしたっていう話。まあまあ、おやすみなさいバイバイ。よいしょ、お疲れ様でした。今日も一日お疲れ様でした。そうそう、多分切れるかも。ありがとうございました。バイバイ、さよなら。おやすみね、本当にありがとう。またね。おはよう、おはよう世界。
はよう世界。